真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない。一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ。息を満たし放つのだ。己が心を開け。邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい、先生。手ほどきするは学ぶこと。ゆえに今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは。愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。今日はここまでだ。三十郎様、明日は。三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。今のは三十郎様。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は
父の自慢の弟子でございます。ご支援様は門の方へ向かわれましたぞ。何年行ったらわかるんだ。これは海物じゃねえ。毎日おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねる。ごめん、引き立てだよ。ひろき殿、拙者は、あ、愛子殿は、その…お顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。おいしそうではございましたが。この老いぼれの…承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえか。それで困ってんのさ。商売上がったりだ。なんとか切り盛りしてるってとこさ。じゃあ間違いねえ。それから森の中に早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ヌスットどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。お許しくだされ。な、取れたての梅、今愛子殿に差し上げたいが一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。けどけ、わしのもんじゃ。勝負ごとは怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。わしが手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。助けてやってくれ。誰か。腕に覚えのある奴はおるか。おらだ。槍さえ持てれば。なんてこった。やりやがった。ヒロキ殿、皆を。私は父上を見つけます。いけません。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ、この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は、ヒロキ殿、お行きくだされ。案ずることはございません。
せるか。小僧、いかにしてわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。死ね、死ね、死ね。買いかぶりすぎじゃ。水なもののふは誰だ。して、手玉の拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。この犬が。止めろ。お願いでございます。やつの技量かたじけねえ、かたじけねえ。守り神様の化身か何かでございますか。かたじけない、ひろき様。三十郎様をお探しなら先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。
行くぞ。酒を飲みながら。なっちゃいねえか。頭を引き切っちまいな。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることをね。舞子殿が無事であればよいが。腕が。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。塵も積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかり分け前をいただけるならの話だがな。心配ね。佐野の御事以来の極悪、二言のないお方だ。ま、酒だけはたんとある。飲め。くれるんだい。命乞いするなら今のうちだ。赤子をどこへ連れてきたんだい。本は放っておけ。壁を登れ。臆病者が潜めろ。逃げるがいい臆病者。退いておる。これは先生の行いか。社の中に何かあるはず。逃げるなら今のうちじゃ。先生は、ご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。
先生の助太刀をすれば。刀か。年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう小僧恥さらしめが。切ろうとは武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ俗名、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。